バスケットボール B3 リーグの岐阜スープスの選手らが5月7日、古田知事に今シーズンの結果を報告しました。今シーズンの岐阜スープスは、昨年の9位から14位へ順位を落とし、プレーオフを逃す結果となりました。田中将大選手は、周囲の期待が高いシーズンでしたが、選手の怪我や体調不良が重なり、それに応えられなかったとシーズンを振り返りました。古田知事は、来シーズンは暴れてください。期待していますと激励しました。本当にこうチームとしても、まあ、個人的にも本当に学びの多いシーズンだったなというのは、僕が一番大切にしていることは、本当に今までクラブスープスで築き上げてきたその信念だったり理念というのを、やっぱり今の新しく入ってきた選手に伝えること、やっぱこういう歴史のあるチームってなかなか B リーグの中でも少ないので、それをいかにこう伝えていくのかというのが僕の役割だと思っている中で、やっぱり今シーズンというのは本当になかなかこう難しい部分はあったんですけど、ミーティングをしながら最後まで戦い抜けたシーズンだったので、本当に自分の中でもこう学びの多いシーズンでした。しっかり準備をしながら土台を築き上げて、最後まで戦えるチーム作りというのをしていきたいというふうに思っています。